フランク・ウォルター・ヤロップはイギリス系カナダ人の元カナダ代表のサッカー選手であり元カナダ代表監督であるイングランドのイップスウィッチタウンでプレミアリーグでの3シーズンを含む13年にわたり活躍したまた MLS のタンパベイ・ミューティニーでも活躍したカナダ代表として52試合の出場経歴を持つ監督としては合わせて13年の間 MLS において、サンノゼアースクエークス、ロサンゼルスギャラクシー、シカゴファイアーを指揮し、また、カナダ代表監督を3年務めている。ワトフォードで生まれ育つ。1974年に、父が兄弟を頼り、カナダのバンクーバーに移住した。サッカーを続けていたところ、14歳の時に、イップスウィッチタウンのスカウトの目に留まり、トライアウトを経て、ユースチームに入団した。 19歳であった1983年、イップスウィッチタウンとのプロ契約を結んだ。1986年、クラブが一部リーグから降格した時のメンバーであり、6年後に新設されたプレミアリーグへ昇格を果たした時のメンバーでもある。イップスウィッチでは、カナダ代表の同胞である、クレーグ・フォレストと共に活躍している。1993年2月に、そのシーズンで、 プレミアリーグ優勝をすることになるマンチェスターユナイテッドに対してホームスタジアムであるポートマンロードで2から1で勝利し一時的にではあるがタイトルを視野に入れる位置である4位に食い込んだこの試合で1点目のゴールを決めたのがヤロップであるその試合の後チームの調子は下がり最終順位は16位に終わった長年のイングランドでの活躍の後の1996年 北米に戻り、MLS と契約を結んだ。MLS 創設にあたってのドラフト会議の57人目で、タンパベイミューティニーに割り当てられた。毎試合出場した、ミューティニーで3シーズンを過ごした後の1998年の末、引退した。カナダ代表にとって唯一のワールドカップ出場であった1986年のメンバーに入ることは叶なわなかったが、 1990年5月に開催された北米チャンピオンシップのアメリカ代表戦で26歳でのデビューを果たした。この試合以降、52試合の国際試合に出場した。ワールドカップ予選には27試合出場している。代表での最後の試合は、1997年11月のワールドカップ予選でのコスタリカ代表であった。2001年、 MLS スーパードラフトのわずか2日前に、サンノゼ・アースクエークスの監督に就任した。そのシーズン前に、ジェフ・アグース、ランドン・ドノバン、ドーエイン・デ・ロサリオ、マニー・ランゴス、ラミロ・コラレス、ロニー・エケルンドを獲得し、アシスタントコーチとして、ドミニク・キニアを招聘した。就任初年度は、MLS カップの優勝に導いた。そして、MLS 最優秀監督賞を受賞した。 2003年には MLS で2位となった。2003年12月、カナダ代表の監督となることが発表され、翌年1月に就任した。20試合を指揮し、8勝9敗3分の成績を残した。就任期間中の2005年、これまでの功績が認められ、カナダサッカー殿堂入りをした。2006年6月、ロサンゼルスギャラクシーの新監督として契約した。 ギャラクシーは、イングランドのスター選手であるデビット・ベッカムと契約を結んだが、2007年のプレーオフ予選で敗退した。しかし、監督の座にとどまった。2007年11月、翌シーズンに、サンロゼ・アースクエークスの監督に再就任することが明らかになり、監督の座は、オランダ人のルートフリットにとって変わられた。2013年6月までの5シーズン半。 アースクエイクスを指揮した。2010年と2012年にポストシーズンのプレイオフに進出し、2012年には MLS サポーターズシールドを獲得している。2度のアースクエイクスでの就任期間で126勝の成績を残し、これはクラブ記録である。2013年10月、シカゴファイアーの監督として着任した。しかし、 会を続けるという結果の伴わない2シーズンを経た結果、2015年9月に更迭された。2015年12月、アリゾナユナイテッドの運営と監督を兼務する形で3年契約を結んだ。ありがとうございます。